はい、皆さんこんにちは、こんばんは、こんにちは、まさこーちことまさこーちです。はい、ということでミユリーナ卒業してしまいました。すっごい悲しい、寂しい、辛い。そんなミユリーナですが、まさこーち6年間ずっと見てきて、いろんな練習やってきたんですけども、その中で6年間で培った技がたくさんあります。先日自分のチームでミユリーナが最後の試合に出場したんですけども、その6年間の集大成と言えるような技のオンパレードでした。はい、ということでその時の試合の模様をご覧ください。女子とは思えない、さすがミユリーナというたくさんの技術を使って得点していますので、皆さんも参考にしてはいかがでしょうか。それではどうぞ。うまい。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。これがね、6年間で培ってきた技になります。で、練習の時にはたくさんそういった技っていうのを練習たくさんしたんですけども、試合でなかなか出せてこなかったんですね。一つ一つの試合の中でその技術を使ってみる、そして得点をするっていう経験を積むことによって、本当に自分の技として身につくことができます。練習でたくさん技をね覚えることは可能なんですけども、それを試合で出して得点するっていう部分ではかなりこう勇気というか、そういったのが必要になってきます。まずはその技を使おうと一歩を踏み出す勇気を持ってですね、いっぱい練習した成果を試合で一つ一つでいいです、確かめてみてはいかがでしょうか。ミスしたり失敗も重ねます、絶対にあります。だけど勇気を持ってチャレンジしてみてください。それでも得点できない場合はコースが悪いのかもしれない、もしくは対戦相手がそういった技が効かないだけかもしれない。こういう場面でこういう技、ああいう場面でああいう技を使おうって、その人なりの使う場面っていうのも、人それぞれ違います。なのでまずは覚えた技を勇気を持ってチャレンジしてみてください。ということでミユリーナ卒業おめでとうございます。まさこーちでした。バイバイ。